はい、どうもこんにちは。またちょっとお昼を作ってきます。今日30日ですね。もう年末、本当年の瀬になってきたんですけど、ちょっと作っていきます。今日もね、残り物ですよ。残り物って言ったら、ね、やっぱあんかけにするのが一番楽で、なのでラーメン、生麺も余ってるんで、それで関東麺を作っていこうかなと思うので、ぜひ見てってください。こんな感じです。どうぞ。じゃあきっとお昼を作っていこうと思います。もう年末なんで残り物でいきます。また関東麺作りますね。まず火を入れます。でごま油、にんにくちょっと入れます。そこに残ってるもう肉、海鮮を入れちゃいます。もうすべて整理するときは五目系が一番ですよ。ではラーメンをこれ使っていきますね。これはあのフライパン一つで簡単に野菜を食べれるっていう、なんかちょっとね、あれなんですよ、訳あり商品みたいな感じで売ってたんで、これも消費しちゃいますので。次なんですけど、これね、自家製チャーシュー作って、あの正月用に作ってあるんで全然いっぱいあるんです。これでしょ。あとモネちゃんの好きなさつま揚げ、あと野菜ですけど、キャベツ、小松菜、これを一気に入れちゃいます。もうあと2日ですよ。2日じゃないか、今日30日か。そろそろ明日だけですね。今年は早いもんですよ。火が通ってきたら、ここに、お酒、みりん、あと醤油ですね。で、胡椒、ウェイパーで、こう水を入れて、これを煮込んでいきます。こんな感じで煮込まれてきたら、そこに水溶き片栗粉で餡を作ります。こんな感じで、ちょっと強めの餡でね、今日はやっときます。はい、こんな感じで餡ができました。これをラーメンにかけますね。じゃあラーメン作っていきます。はい、じゃあ麺を作っていきます。これ、まずお湯を煮立たしたら、そこに生麺ね、さっきのやつなんですけど、それを入れてきます。これはもうあれですよ、それこそそのまんまでいいタイプなので簡単なんですけど、このついてるスープもそのままこう入れていきます。これで麺が茹で上がったら、あとは盛り付けなので OK です。これで盛り付けていきます。はい、どうもこんにちは。読者が選ぶ2020年最もハマったドラマランキング発表、1位から10位だそうです。これモデルプレスですね。だから化け物には優しいメディアですよ。昨日もね、あの一気見スペシャルやってて、今日は義母と娘のブルースもやってましたよね。たけるくんが2回にわたって2日間ね、見れましたけど。あとなんか今、孤独のグルメも一挙見やってますけど。ねえ、一挙見多いですね。モデルプレスが毎クール恒例で行っている投票企画、読者が選ぶも今季最もハマっているドラマランキング。今回その総決算として、2020年のドラマを対象とし、あなたが最もハマっているドラマをテーマにウェブアンケートを実施、モデルプレス読者が選ぶ2020年最もハマったドラマトップ10を発表するだそうです。で、トップ10ですね。もうトップ10いきますよ。10位。お金の切れ目が恋の始まりですね。金恋ですね。春馬くんの。ね、最後の作品ですよね。9位。この恋は温めます。もうこれはもう本当にこの前までやってた。もう終わりたてほやほやのやつですね。恋やった。8位。姉ちゃんの恋人。有村架純ちゃんのやつですね。7位未満警察ミッドライトラン。ああ、そうなんだ。これ7位に入ってるんですね。モネちゃんもゲストでね、出演でした。平野翔くんと中島健人くんのやつですね。6位。私たちはどうかしている。ああ、これですね。横浜流星くんと浜辺美波ちゃんのやつですよね。これはね。で、5位。私の稼ぐなぎささん。なぎささんね。ね、おじラブなんてね。おじさんがフューチャーされた。おじさんには嬉しいドラマでしたよね。4位、半沢直樹。まあ、これ、モデルプレスでも半沢直樹、ここに入るんですね。そうなんだ。
3位、ミュー404。これはイケメン2人ですよ。星野源さん、綾野剛さんですね。2位、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。へえ。これは意外。これ意外ですね。これそんなに人気あったんですね。うん、まあまあ、なんかね、イケメンがいっぱい出てますよね。そうなんだ。へえ、そうなんだ。ちょっとこれの情報欲しいな。僕のその動画見てる人で、このドラマを見てたって人あったらどういうドラマかちょっと教えてほしいですね。ちょっと僕は、いまいちこれはチェックしてなかったですね。1位、恋は続くよ、どこまでも。まあまあ、まあだから、安定の1位ですよ。ただ、このこいつと30歳まで童貞と魔法、童貞だと魔法使いになれるらしい。そんなに差がね、この2つがものすごく高いんですよ。3位のミューで1300票なんですね。で、2位の30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいは、4899票。だから約5000票入ってるんですよ。で、こいつでは5300票なんですよ。だから、この1位、2位がダントツなんですよね。こいつ図はわかるじゃないですか。こいつ図はもう全然僕もね、ずっと追ってたのでわかるんだけど、この2位がそうなんだと思って。あ、なるほど。チェリマホって言うんですね。これね。チェリマホっていう言い方をするんだ。深夜帯なんですよ。深夜帯ながら国を越えアジアを中心に世界中から熱狂的に支持されてる。テレビ東京なんだな。触れた人の心を読める魔法を手に入れて、3位内30歳のサラリーマン。純度 100% のラブコメディ。普段ドラマを見ない自分がどっぷりハマった吸引力抜群の作品です。BL に抵抗あったけど、見てよかった。あ、BL 系なんだね、これね。うん。おっさんずラブみたいな感じなんですね。普段ドラマを見ないというファンも多いのが特徴で、キャストはもちろん恋愛面だけではない、人間としての触れ合いや成長が丁寧に描かれた優しいストーリー。が多くの心を掴んだ。そうだったんだ。なるほど。そういうもんだったんですね。まあでも安定の1位はこいつでしたね。まあモデルプレスですからね、そうなるかなって感じですけど、こんな感じでした。ではでは。うまそう。いきます。うん、うまい。食べやすい麺だなこれ。